はい、どうもちぃです。はい、どうもひろです。はい、本日の企画はテニスの王子様必殺技ブーメランスネーク打ってみた。いやー、はい、某テニスアニメですね。やってますね。世界的にもね、人気を誇る、テニスの王子様の、キャラクター海藤薫が打つ必殺技、ボールの横から相手のコートに入れると。次元超えてます。いやー、できんのかよこれまあそれに挑戦していきたいと思います。いいよ、ではレッツゴー。じゃあまず私から挑戦します。ちょっと皆さんに一つ提案なんですけれど、手出しでもいいですか？すいませんちょっと皆さんすいません、手投げ変更お願いします。はい、ということでじゃあ早速手出しでやっていきましょう。レッツゴー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、さっきもね、ちょっと言ったんですけれど、むずいね。そう、なんか動画で見てて簡単そうに思ってたんですけど、いざやってみるとなかなかできないもん。確かに、確かに。しかも我々あれ、風ありきでやってますからね。そうです。横風あって打てないですからね。そう。やっぱアニメの世界はアニメなんですね。現実ではできるね。確かに、確かに。まあでもまあ、ね、普段と違う、まあ、動画というか、面白い動画になったんじゃないでしょうか。で、温かい笑顔でね、これからもアクターアカデミーチャンネル見ていただけると嬉しいです。この動画がいいなと思ってくださった方、参考になったと思う方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
あと、各自の、インスタグラムの、アカウントもここに概要欄に、ね、リンク貼っておきますので、そちらの方もチェックの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた、バイ。